起きた。起きた。今度は時計札来ました。よく見える方の時計札。高田さん、お尻我慢してたんだ。カン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 。おお、あれ、まあ高田さんは絶対無理。アルメも無理じゃない、わかんないけど。いや俺はね、さんはワンチャン。そうね、そう、宿舎に入った段、金庫から宿舎に入ったら扉が閉まったから、宿舎の右だけ扉が開いてる状態でミーティングに登ったらアルマと高田さんがいたから、まあ基本この2人は俺して眠りだと思う。脇から行きます。脇から。メインは今日俺とサントさんと誰か。トスオ、お前もう一人いた、もう一人いた。あ、ほんと竹尾ガミ。あ、ガミさんか。右に行った人がいたんです。いや、僕アーカイブは聞いてた。ガミさん、ガミさんだけっすね。ガミさんか。はい、アモツタンで、宿舎がある高め。はい、アーカイブは竹尾さんと僕です。そう思いますよ。あと、メロちゃん、メロちゃんもいた。トンタスとしてやる、うん、じゃあどこがあるんだ。じゃあ基本的にサントさん無理そうだ、僕して。はい、竹尾さんも無理そうか、うん、最後オマージュさんがメインから来たから。ああ、じゃあ、それじゃあ絶対無理、絶対無理。貨物エンジンキッチン貨物。貨物の場合僕は死に潰してる感じです。そうだよね、エンジンキッチン貨物。でも貨物は最後、貨物金庫までは行けてますけど。ごめんごめん、タカールメってみんな宿舎なんですか。タカールメは全員宿舎だけど、メイヤさんが一番上がってくのが遅かったからエンジン脇だったワンチャン。オマージュさんどこ脇。メインですね、メイン3人、サントス、ガミ、オマージュです。まあでも、おまがみってどうすか。俺は知らないです。最初に、左行って、俺だけ左行って写真入れて、エレキの3連ポチポチやった後、俺メイン登ってシャワーなんで、あってはいないです。はい。で、最後、僕もメイン脇、シャワーカンカン、除染浴びて写真で終了。シャワーのカンカンところまでは下確認しました。なかったです。まあ、トタさん、僕、キルできそうですか。何、左下、貨物の左下以外は無理そうっす。停電直したの、僕。ああ、そうっす、そうっす。僕が赤で。腕ハゲマ前には下いないのか。ないっす。はい、お、若干心象いいような、なんか。結構即直しです、僕。しかも、配電盤前待機してたんで。そっち行ってるならね、ロちゃんも無理かな。まあ、トータさんがラウンジから貨物って言ってるんで、僕そう、そっち、うん、そう、そっち封じてるし、ね、ネロちゃん人街とかの感じじゃないと。ネロちゃんも無理だ。うん、エンジンキッチンかな。右いなさそうっすね。なんか、なんとなくね。ガミオマ、ガミさん。ガミオマ、ケイトータス来ちゃダメ。ガミオマ、ケイトータス。おまけと助けちゃう。ティアン。トータスメ。あらあら。これ、7秒前、停電入った時にはもう死んでました。最後あれかな、エレキバイタル感ですれ違った、思わじから俺やね。あ、はいはい、死にあります。停電なる前にエレキの8、7ってきた人って誰ですか。あ、僕です。マセキエさんか。展望で停電直してます。僕は今石油で浮き。それはあって石油のどこっすか。テープタスク終わって、うん、今ちょっと左に流れてるぐらい。今、はい、石油のこの通路の境目のちょい右ぐらいです。どっちから、どっちからやりました。
あ、エレキからです。あ、じゃあ私の後ろ。それは僕も見てるわ。最初の方に中のアルマが席入ってくるのは見た。じゃあ私の後ろか。サントスさんって今私が席から、展望入って、うん、展望の、手で直してる目安を見て終わり、うん、そうだよね、うん、僕浮いてて金庫です。金庫室、うん、サントスさんとメインですれ違って金庫室まで、はいはいはい、貨物先ってあるネロだっけ、うん、あるネロとかじゃなかった。あ、おまいます。あ、オッケーです。で俺はエレキメインシャワーで最後アーカイブの左のドア開けて終わり。右が閉まってると思うな。高田さん死人ないよね。ないね。あれ、ネロちゃんって初手本助けて本をやり直しに行ってる？終わってないやつ。いや違います。手で直しに行ってます。ああ、手で直しに。はいはい。うん。ガミさんってエンジン分けですよね。はい。単分けだったと思います。うん、で宿舎分け俺で下の扉開けた瞬間、うん、あ、扉が閉まった瞬間に下の扉だけ開けてガミさんとすれ違ってコミュ。武器キッチン展望で手で直し。アーカイブは来てるんですか、このターン。俺とはサントスさんアーカイブ来てるかな。このまま下は降りて。なんか左側っぽい気する。左が左下の方かな。キッチン展望にはなかったよ、でもアップローダーみたいけど。手で俺結構早めに直した自信。高田さんの脇って結局。いやだから そのあたりになるんですか。キッチンとかエンジンとか。貨物アーカイブはないから。いやこれ1キル目の方が詰めてたな。あ、まあ確かに、まあ、確かに分かる分かる。1キル目も容疑者4人じゃないですか。俺も含めて。ガミ名で見てるっていう感じだよね、宿舎脇だったとしても。そう、宿舎脇は絶対ない、うん、だから否定できるから左下っぽい感じしちゃうけど、うん、ガミさん釣りに持っていくからガミさん残さないといけないな。沼さんマット確定だから。コンビ。もし先ほどさんとシール取るか。おー、ナイス。おい、ナイス。これは白いな。うん、ありがたい。これ直した俺も白いな。1キル目で詰めましょう。はい、うん、すみません。1キル目は、あの浮いてる人、はい、容疑可能な人が K とか。おまが。俺も一応ギリできるとは思います。ただ、アルマさんがな、アルマさんが厳しそうみたいなこと言ってるよね。うん、まあ、アルタカ的には、その、メイヤさんが上がってきてるのは見てるから、ミーティングに。あ、それの手前でっていう可能性は。ただなんか個人的にはそれの手前で切ってるんだったら、まあ僕がメイン屋さんでインポスターだったら早くボタンを押したいってなるかなって感じかな。一応あと出し切っちゃいましょう。一応俺も容疑者やと思うんですけど、エンジン脇とかでメインに来てたら俺が切れるんで。でも鬼木が最後シャワーで俺のこと見てるんで、それをどう思うかっすね。本当にメインじゃない、メインでじゃないと俺は切れない。その場合はガミさんが見るんだよね、メインに。あ、そうなんですね。ガミさんが左行ってるもんね、うん。おじさんだとエレキとかですかね。そうです、うん、そうなのは。キッチン脇の人が右に行ったのがおまじさんできるぐらいかな。だっけ？うん。だから初手はもう K、オマ、ガミ、メイのどこかだと思いますよ、ね。うん、村目線は。じゃあ一応停電直し、配電盤前待機を主張しておきます。計算は割と厳しいそう。見てる。今の込み直したのめちゃくちゃ白いと思います。はい。うん、それ以外の情報がなさそう。私はあとは竹雄さんが印象いいなぐらいだけど。うん。うん、まあさっきの切るのが左側でなんか制限されるんだったら結構詰めれそうな方が気がするんですけどね、うん、俺は。石油にいる中のアルマか。まあ、サントスさんが、ね、いやでもサントスさんが追い抜いてるんだ。いや、せきだった場合はアップロードしか多分切れなさそう。アップロードは見てないから。そう。うん。サントスさんの経路がエレキ、石油、キッチン、展望らしいか。まあ僕テープタスクやってるし、停電もあったから、見てない経路、サントスさんは。アップ、うん、そう。ただ私走っていっちゃってるから、アップロードだったら見逃しごめんがある。僕目線は普通に、まあサントスさんも怪しいし、サントスさん目線は僕が
石油のアップロードで切ってる可能性もあると思うし、2キル目はアルサントスが濃いめって感じ。あ、僕も浮いてるよ、うん、金庫室で。まあ、でもその場合ってね、多分ね、俺がね、まあ、高田さんコックピットとか言ってる場合のみ見逃すかなって感じかな。あ、いや、うん、次キル重ねられた時に情報整理されてた方が釣りやすいかなと思ったから、うん、整理できてよかった、うんうん、ガミさんは絶対残さなきゃいけないな。待って、ガミアルマ、ファイルね、これ計算ボタン押すか。いや、切れんわ、これは切れんわ。ナイス。おお、真ん中2つ、イエス。真ん中と真ん中から右か左か一応行ってもらって、まあ、そうそう、右右右。あ、オッケー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 。釣らないで行くか釣る感じか、なんか好みとかあります？急にやったら釣らん方がいいかな。絞れてないので釣らなくていいと思ってます。了解です。じゃあ情報の整理だけしてスキップって感じですね。まあちょっとガミさんの印象がいいです。ありがとうございます。2キル目って話ってすいません、なんか途中になっちゃいましたっけ。2キル目は、まあでも、サントス3視点で俺が切れるんだったら、その展望の左側の奥とか、アップロードぐらいしかないと思いますよ。うん、結局、死人がないから左っていう論だよね、高田さん。うん。うん。まあ、初手キルは僕、オマオジさんが一番濃いかなと思ってるかな。マジか。え、私ガミさんかなと思ったけど、今回ガミさんが白っぽいからアルマさん。いや、今回僕がそのラウンジ配線最後ガミさんと一緒になってるけど、何も絶対30秒経ってると思うんだよな、この。あ、だとしたら俺がエレキバイタル感でオマージュとすれ違った時に切られてないから、オマージュも割と俺は白く見えてるよな。あ、そうなんだ。まあてか、エレキに2人おる状態やったし。あのミーティングの時って左で3人でふざけてたんですよ、アルタカ名で。だから高田さんがアルメイも無理じゃないって最初に言ってたんですけど、だからメイヤさんはもうほんと10秒経った瞬間キル登るとかしかできないと思うから、まあメイヤさんが一番最初からなくて、ガミさんが一番さっきので印象良くなって、計算は停電直しで弾いたらオマオルさんかなって思って。あ、消去。俺でもそのさっきのコミュ直しめちゃめちゃ知らない。ネロちゃんもそれでも、もう響いてないよ、お前さん。多分他の方がいいと思う。それはね、もうね、みんな響かない気になっちゃったっぽいから。うん、他のオマオルさん、でも別にどっちかというとガミさん、お前さんよりガミさんかなと私は思ってて、初手。あ、まあ僕以外は別にまあわかります。やりやすさは。竹尾さん何でした？お前さんはルートがちょっとなんか変な感じするけど。え？え？あえって言って。え？最初初手ですか？エンジン行って戻ってきて最後シャワーってことですよね。初手がエレキ行ってメイン上がってシャワーに入ってきたんでしょ。そう、死体探しですね。奥まで探してますよ。シャワーのカンカンまで行ってます。初手エレキ、あ、初手エレキで3連ポチポチしたって言ってたよね。そう、3連ポチポチして、写真入れた後3連ポチポチして登ってシャワーの死体奥まで確認してます。死体をエンジン行ったわけじゃないですね。うん、おまがみ切っちゃダメ、おまがみ切っちゃダメ。他は切っていいかな。もう丸間さん持ったかもちろんだけど、シャワー奥じゃないこれ。シャワーの奥の奥じゃないね。シャワーの奥じゃなくてシャワーの下側っていうべきなんか。シャワー奥？おまおじさんキッチンからシャワーまで走った。シャワーの輪の字のところで死んでる。今本当に今死んでる。俺がシャワーカンカンヘッドタスクやって戻ってきたら死んでる。ネルちゃんは宿舎脇でリフト乗ってそっち行ってる。今僕もアーカイブからシャワー下ってって、僕貨物脇なんですけど、貨物ランジアーカイブシャワーって下ってって、今右側に入ろうとしたらレポートが光った。
から下位置は絶対そう合ってると思う。シャワーの輪の字で死んでる。俺が、まあ、もうタスクがもう残りやと俺ミーティングにしかないので、メインホールでのやつを済ませたからもうミーティングにしかないので死体探しに専念しててっていう感じ。アルマも見つけてましたよ。あ、僕も見つけてるか死体一義はなくて、おまおじさんがクルーだったら、メイン側に逃げてるかベントレ逃げてるしかないと思う。計算とす僕から弾きますね。おうちに置いてきてるんで、うん、はい、竹雄さんも無理だと思います。神様、僕今貨物のベントの上です。どういう 下ルートですか。エンジンは効かない、あ違う、宿舎脇で下って、メインエレキバイタル行ってダウンロード終わって、で、覚えゲー見て戻ってきたところですね今。宿舎脇、おそらくベントじゃなくて、下行った時登ってくる誰かとすれば。ベントじゃないんだ。ベントじゃないと思います。ベントやった場合、多分俺が死ぬか、まあまあ、俺をおちょくってる可能性もある。俺をおちょくってる後ろで、真後ろで切ってるパターンとかあるけど。他位置出てない人って俺は、メイヤさんはね、アーカイブベントだけ使えるメイヤさんは。でもそう、ベントが否定できるんだったら、多分できないと思ってほしいかな。貨物ランジャーアーカイブシャワーって行くときに一応置いていったりから弁当も使えるかなって思ってたけど、マオルさんが弁当否定するんだったらまあ無理かも。弁当使ってる場合、停電に入るタイミングからして弁当使うキルは多分俺の方をキルすると思う。後ろ側にいた、うん、おまがみって初手キルかなと思ってる。停電中だからアルオマ対抗じゃないの。アルオマ対抗、全然対抗じゃないですよ。全然、え、だってガミさんが切ってる場合もあるから。え、でもそれシャワーのベ、あ、ベントになるんじゃないの。いや、ガミさんって浮きだからメインからも切れる、まあ、どうする。あ、でも停電中ではあるけど、僕はおまおじさん、おまおじさん入れちゃったかなと。まあ、停電直して、うん、ボタン押してるので、これを押せるかな。停電直ってるんだよね、ちょうど。どうする？持ってきてくれ。ナイス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 。神神神神神。下に待つ。一人目下でいいや。竹尾さんの下左っす。トータスさんに入れます。やめろよ、あぶねえ。ナイスナイス、いやナイス生存です、サントさん。いやナイスです。あー、初手キルがメイヤさん、2キル目サントさんって感じか。いや初手、いやアルメです、アルメ。え、ミーティングで死んでる高田さん。何なんだよそしたら。確かになんだ俺やな。ナイスナイスナイス。停電になってる、ね、うん、おまおじつっちゃうな。マジか、あれつられちゃう。まあでもどうしようもないよな、あれ。あれ太鼓もガミさんやしな。入れちゃったな、うん、あれは全然停電中じゃなかったし。いや僕も停電中だと思ってた。あ、いや、私直したんだ、思ってました。あ、直したんだ。なるほど、めちゃくちゃ偉いやん。なるほどな。よし、じゃあ行きますかね。はい。